ビレッタ帽はカトリック教会の聖職者たちが伝統的に着用する格防止であり英国国教会やルター派の教会でも使用しているところがある。先の尖った端や唾の部分にタフトを乗せて装飾することもある。また、被災の格帽のことをビレッタ帽と呼ぶこともある。イタリアの一部の大学では博士号を取得した時ビレッタ帽と同じような形の帽子をかぶり、 チャンネル諸島の弁護士のように、法廷の弁護士たちも特別な行事の際に着用することがある。伝統的なビレッタ棒起源は不明だが、記録上は10世紀初頭に最古の言及が見られる。また、中世のビレッタは、今日一般の大学の式典で使用される四角帽の原型である。キリスト教の聖職者の装飾として、 後半に使われ始めたことが確認されるのは1311年のベルガモにおける宗教会議からであり、聖職者らは、神徒の作法に習って、ビレッタ棒を着用したと記録されている。なお、タフトは後世になって付けられたものであり、初期のビレッタ棒には付いていない。カトリック教会では、数奇教や司祭、女祭、進学生などすべての階級において、ビレッタ棒が、 典礼に用いられる。数奇教のものは黄色に染められた絹のビレッタ棒を被る。第2チ地ン公会議以降の式典では、ガレロ棒を数奇教に体感すべきところでシンクのビレッタ棒を被せるようになった。司教は赤紫色のビレッタ棒を被り、司祭、女祭、新学生は黒である。なお、ローマ教皇は、ベネディクト16世以降、ビレッタ棒を着用せず、 古い形式の釜うろ棒をこむるようになった。ビレッタ棒は、時折、聖公会の公共会派の聖職者によって、着用される。聖堂参事会員や、司祭長はよく紫色の飾り玉をつけた黒い、ビレッタ棒を着用する。中世の大学では、ビレッタ棒と共に修士号、博士号を授与し、その人が学位を持つ人物である証明になっていた。その後、ヨーロッパを中心に、 大学の学位授与式で用いられるビレッタ帽は博士帽として様々な形に変化しその博士帽のことをビレッタと呼ぶようになったただしそれは厳密にはビレッタ帽ではなくビレッタ帽に似せた帽子が世俗の大学の博士帽として用いられている神学校やキリスト教大学で学位を授与する際助任された者か平身者であるかにかかわらず博士の権威を示す者は 4つの角があるビレッタである。聖書の注釈書であるコーデックスユリスコナニスイでは、キリスト教会の式典では、哲学、神学、教会法、聖書という聖職者としての4つの学問を収めたことを学校から認められた場合、ビレッタ棒を着用することができると定めている。神学校やキリスト教大学では、通常の場合、学位授与の際のビレッタ棒の色は黒であるが、 学位の種類によって帽子の上から垂らす紐の色が違う。ありがとうございます。